セーブとは野球用語の一つでリードしているチームの救援投手が試合終了までリードを守り切ることでつく投手記録。最多のセーブを記録した投手に最多セーブ投手のタイトルが与えられる。MLB 最多652セーブの通算記録を保持しているマリアノ・リベラ元々はアメリカ合衆国において イリノイ州シカゴの地方紙シカゴトリビューン氏のスポーツ担当記者だったジェローム・ホルツマンが1960年に提唱したものである。前年の1959年に MLB のピッツバーグパイレーツのロイ・フェイスがホークボールを武器に救援専門で当時の MLB 新記録となる18勝の成績を上げ、ホルツマンが彼の成績に着目したことがきっかけとなった。 フェイスは18勝という素晴らしい成績を残してはいたが、そのうち10勝はリードを守りきれず、先発投手の勝ち星を消してしまったがゆえに得た勝利であった。当時は救援投手の評価基準が防御率と勝敗しかなく、ホルツマンは救援投手を正当に評価する指標が必要であるという思いを強くした。ホルツマンは西部の概念を複数のメディアに発表し、 公式記録とするように MLB 機構にも働きかけ、1969年に正式に公式記録となった。MLB では50年ぶりの新たな公式記録誕生となった。1973年からきちんと条文が整理されてルールブックにも記載されるようになった。1961年よりスポーティングニュース紙が市場で表彰することとなった。制定当初は、 2点リードで登板し、1イニングを完全に投球した場合、同点、または勝ち越し点になる打者と対戦し、リードを守り切った場合と、現在より厳しい条件だった。このセーブに救援勝利を加算したものを、セーブポイントと呼び、その両リーグ1位を最優秀救援投手として表彰した。1961年の最優秀救援投手は、 アメリカンリーグは救援勝利15と29セーブを挙げたルイス・アローヨ。ナショナルリーグは救援勝利14、セーブ12のスティュー・ミラーだった。その後、セーブを稼ぐために、ほぼセーブ機械だけに当板するクローザーという役割を持った投手が現れ、特定の投手にセーブが集中するようになったため、制定当初のセーブの意義と著しく乖離するようになった。そのため、現在では、 ホールドなどが救援投手の新たな評価基準となっている。公式記録として初めてセーブが記録された投手はビルシンガーである。1969年4月7日の新シシナティレッズ戦で記録している。シンガーは本来は先発投手であったため、通算セーブ数はこれを含めてたった2つである。 日本プロ野球では1974年にセパ両リ,リーグで公式記録として導入された。セーブを記録するためには、まず以下の条件をすべて満たす必要がある。その上で、以下の条件を一つ以上満たした場合にその投手に、セーブが記録される。一旦セーブが記録された場合でも、試合後にその試合が没収試合となり当該チームが敗戦とされた場合、 その投手に記録されたセーブは取り消される。また加害チームがリードしている状況で没収試合となった場合には記録されない。セーブの条件は日本プロ野球の規定と同一であるがメジャーリーグベースボールでは1988年からセーブ失敗を表すブローンセーブも記録されている。これは前日のセーブの条件を満たした状態から投板した投手が自身の投板中に 相手チームに同点に追いつかれる、あるいは逆転を許した場合に記録される。同点あるいは逆転となった失点が自身に記録されるか否かは関係ない。ブローンセーブは取り消されることがなく、勝利投手や敗戦投手と重複して記録される。試合展開によっては、複数人にブローンセーブが記録される場合もある。セーブ機会は、 セーブ数の合計とブローオンセーブ数の合計を足した数値で求められる。セーブ成功率はセーブ数の合計をセーブ機械で割ることで求められる。メジャーリーグベースボールではセーブ機械での登板のみが連続セーブ記録の対象となり、セーブのつかない場面での登板は連続記録とは無関係である。2003年にエリックが2位が55試合連続セーブの シーズン記録を樹立したが、そのシーズンの登板数は77試合であり、22試合はセーブ機会ではない場面での登板だった。一方日本ではすべての登板が連続セーブ記録の対象となるため、セーブがつかない場面で登板すると無条件で、連続セーブ記録が途切れてしまう。ありがとうございます。